あとね、7枚で完成するわ、この絵。いやー、長かったな。クライマックスに近づいてきたぜ。13でしょ、7枚か。あとどこだろうな。嫌われすぎの下半身と、主人公のお父さんかな、お父さんの顔、フェイス。あと、ウサギさん。ここにウサギさんが入るね。あと、タヌキの横。あと、鹿だ。あと、ここに鳥がいるね。鳥。ほら、こんな感じだね。よっしゃー。今日も持ってないやつ出てくれ。よ、頼むぜ。出てくれよ。それぞれあげようかな。よいしょ。ザザン。いや、でもここまで来たら結構被るだろうな。いや、でも1枚ぐらいはね。持ってないの出てほしいな。ビスケット、小麦粉、砂糖、マーガリン、ショートニング。いろんなもん入ってんだな。エネルギーが129キロカロリー。やばいな。これも結構カロリーがあるっていうね。やばいな。よし、でも大丈夫。食べ過ぎなきゃいけない。いや、食べた分運動すれば問題ない。お！持ってない！ベニキノコビト。ベニキノコビト。なんか捕まりそうになってるぞ。手でガッつって。裏は？おぉ！ヘビがいる。ヘビがいる、これ。ヘビがいるぞ。足の部分だ。主人公の。ここ。ザン。おぉ！右下完成。ベニキノコビトゲット。いいね。セミグルメね。俺の大好きなセミグルメ。宝子がね。ヤバいコビト。ちょっと割れちゃってるけど。うん。ベニキノコビト。キノコビトたちがなんかやってるってね。踊ってるのかな、これ。いや、いいね。いやー、いいぞ、これは。調子いいぞ。これも持ってない出てくれよ。あと6枚で完成だぜ、あと6枚。来たー。たらん。たぶん大丈夫大丈夫。この調子でいっちゃうぜ。たらーん。持ってねえ。嵐来るまで。来た。2回連続持ってねえ。嵐来るまで。生かすじゃん、こいつ。何食ってんだ、これ。なんか食ってんな。たぶんなんか食ってるわ。この嵐来るまでくん。いいね。かけ嵐来るまでゲット。で、裏は、おぉ！おぉ！鹿さんがいる。あとね、こいつなんだっけな、モクモドキオオコビト。モクモドキオオコビトだったはずだな。ちょっと待って。ザン。確かモクモドキオオコビト。うわー、来た！完成、あと5枚。あと5枚で完成。あれ、モクモドキオオコビトだよな。ビスと一緒にさ、いるやつなんだっけ？やばい、ロマスでしたぞ。こういう時はシールでね、シールでちょっと確認、隠れ物尻、小人たち。この小人たちってクソウケる。リトル花頭がね、暴れるから縛られてる。こいつこいつ、黙々教小人の宝子はね、仏赤もね、仏赤もね、嵐黒もね、さっきゲットしたやつね、嵐黒もね。こいつがね、すげえんだよな。25センチから30センチ。お墓、荒れた木の上。気が荒く乱暴で人に迷惑をかけるのが大好きな小人。やたらと犬が吠えたら近くにいるかもしれない。でもこいつ大好きなんだよね。池の水草でしょ。大ひれかこびと違うね。アメゴシも違うね。リトラナシ。あ、これだ。モクモドキオオコビト。やっぱこれだね。うん。モクモドキオオコビト。こいつだ。15センチから20センチ。森や林など、木の多い場所にいる。森や林に生息しているが、木と同化していて見つけにくい。煙が苦手なので、いぶり出すと見つけやすい。モクモドキオオコビト。モクモドキオオコビト。うん、これだ。リスのための餌を取る代わりに巣を貸してもらっているってね。リスと一緒に寝てる。ほら、かわいいね。よっしゃ、モクモドキゲットだな。やったぜ。今回両方と持ってないの出たわ。ほら、こことここの部分いいね。よっしゃ、完成が近いぞ。ということで今回はこの2枚でした。まずは迫り来る手に怯えるベニキノコビト。あ、気づいてねえのか。気づいてねえな、こいつ。捕まる瞬間のベニキノコビトと嵐黒羽。なんか送ってる嵐黒羽。いいね。で、裏がね、このモクモドキオオコビトとリス。かわいい。で、鹿。ケツ。かわいいね。で、ヘビ。主人公の下半身。じゃん。じゃん。つうことで、いい感じじゃん。じゃあここまで完成したぜ。あ、ちょっと怖いことになったな。うん、じゃん。よいしょ、よいしょ。こんな感じか。ということで、ね、また次回ね。あと5枚でコンプなんで5枚。よっしゃ、ラスト頑張ろう。ということで、また次回お会いしましょう。小人図鑑ビスケットでした。あと5枚でコンプだ。よし、ビスケット食うかな。
これ蜂蜜つけたらマジうまいから、ビスケット、うん、ビスケットパーティー。